中学校対抗2回戦がスタートしました。長崎の海で一番速い中学生チームは果たしてどこでしょうか。手前から海中学校、第1コース都営中学校、第3コース赤星浅草深堀中学校、第4コース豊丸中学校、第5コース三重中学校、一番枠が2戦目のチャンピオン青星浅草橘田中学校。なんとは全チーム4並び一戦コースアウト。現在レースを引っ張っているのは立川中学校。スタートして1分20秒が経過しました。折り返しまではあと 310m。 ボールは向かい風、 630m 先のターン部位を目指して懸命に漕いでいきます。1位立川中学校、そしてここで大八木中学校が出てきました。1位立川中学校、2位大八木中学校。大八木中学校1回戦ではスタートで手間取ってしまいました。しかし後半驚異の追い上げ、4位に駒を進めてきた大八木中学校。この2回戦では2位につけています。1位立川中学校、2位大八木中学校、3位が一番手前の氷見中学校、4位が深堀中学校、そして5位三重、6位豊丸といった、こういった順位でしょうか。スタートして2分10秒が経過しています。折り返しまではあと 130m といったところです。一番奥の立川中学校がレースを引っ張っています。過去24年で15回の優勝を誇る強豪です。7月1日から練習を開始しました。その立川中学校が1位、2位が小宮中学校、去年は決勝4位、今年は念願の金メダルをと意気込んでいた小宮中学校。1回戦ではスタートに失敗しました。しかしこの2回戦では立川中学校を追います。そして今並びかけようというところ、残り 30m でターン部位に差し掛かる立川中学校。どうやら立川中学校がそのまま1位でターン部位に今差し掛かりました。舵取りは上戸雄介さん。立川中学校が船を傾け、そして立ち上げます。さらに2番手は小宮中学校、氷見中学校がターン部位で小宮中学校を上回った。氷見中学校の若杉裕太さん、ターンを成功させました。3位小宮中学校、そして4位は三重中学校と深堀中学校が並んでいます。豊丸中学校はターンでやや遅れました。1位は立川中学校、かなりこのターンで差をつけています。1位立川中学校、もう2点身差をつけて、2位が氷見中学校、判定身遅れて公園中学校が3位、さらに並びかけるのが第5コースの三重中学校、1点身遅れて深堀中学校、豊丸中学校、第6位がちょっと遅れてきました。スタートして3分50秒が経過しています。残りは 300m、 復路は追い風、この追い風を味方につけるのはどのチームなんでしょうか。1位は依然として立川中学校です。1回戦では5分19秒27の好タイム、2位以下に17秒のアドバンテージをつけています。1位が立川中学校、2位が氷見中学校、そして3位が大八木中学校、4位深堀中学校、安定心を受けて三重中学校、6位が豊丸中学校です。スタートして4分30秒、残りはおよそ 150m。 1位の立川中学校は変わりません。2点心を受けて1番手前、黄色の氷見中学校、1点心を受けて黄色の大八木中学校、黒のシャツの三重中学校が続きます。さらに赤のシャツ深堀中学校、豊丸中学校はもうだいぶ遅れてきました。スタートして4分50秒、残りは 50m。 1位立川中学校、心を一つに連覇を目指すと話していた立川中学校、
豊原中学校、残りは 50m。 ライバルは全チームだと話していた豊原中学校。ほとんどの選手が6月の重装祭まで頑張った運動部の元選手ということです。今、豊原中学校がフィニッシュしました。中学校対抗2回戦、2回戦も立花中学校が第1位。正式なタイムと順位についてはその後の本番発表をお待ちください。